リーグオブヒーローズ想定ルームまで〇〇が一番勝率高いと判明。に対するみんなの反応。ルームまで取ってきたデータ発得、モブロクだと先行が一番勝率高い。前客室は枠順そこまで大きく影響ない追い込みの外枠は。副勝率は逃げが高いのね。やっぱ一人くらいは逃げ入れとくべきか。逃げというかマーちゃんの副勝率が優秀だった。マーちゃんのスキルとかわかる？逃亡者は必要ないのかしら。逃亡者なんてなくてもルムマ勝ちまくり。加速充実してるし逃亡者までは重たいんじゃない？やっぱ後方でガクッと副勝率落ちるな。逃げは勝たないけどそこそこ残るからポイント要因で入れてもいいな。アストンマーちゃんをよろしくお願いします。マーちゃんは並ばれてもかなり抵抗するねんな。マーちゃん可愛いし短距離逃げという唯一無二の子だし、ウオダスとの絡みもあるし引きたい。なぜあの時引かなかったんだ、あの時の俺。短距離逃げは委員長がいるじゃないか。ブルボン鈴鹿もいるから全然唯一ではない。やっぱり先行がだいぶ強い感じかな？先行は強いけどみんな使うから初動の位置取りで全て決まって全然安定はしない印象。枠順で差しは均等気味なのに追い込みは内側の方が勝率高いのがすごく気になるね。追い込みは序盤スピード出ないから外枠は外枠のまま最終コーナーに入っちゃう展開が多いんじゃないかしら。前回リーグオブヒーローズの前客室有利を全く改善しないで出してくるとはさすがに思わなかったぜ。リアルの方でも短距離は前有利じゃないの？特に中山で直線短いし。後方客室はもともとロマン枠よ。押しを勝たせたいのはわかるけど、今回のコースは分が悪いね。次回は中距離リーグオブヒーローズでまた北さん祭り、北さんでなくても逃げ先行しか勝たない初動すんのこれ？モブが弱すぎるから後方順位条件スキルが発動せず、後方客室になればなるほどモブブロックで妨害される。最下こっそりモブを強くしました。大逃げモブもたまにいますこうなるかもしれん。モブが強くなったらライト層全滅でコンセプトのはずの幅広い層に楽しんでもらうが破綻するぞ。短距離で前有利なのは原作通りやね。後ろの方は中長距離で頑張ってもろて。大逃げ鈴鹿でマーちゃんは封じられるんだけどもう一人競り合える逃げいないと距離稼げないから上昇は難しいんだよな。短距離だからスタミナ線ちょいで十分なのは作りやすくて助かる。スタミナ線も必要だったのか、作り直しだわ。追い込み試してるけどほんときついよ。中盤スキル持って前に行こうが大外回らされて終了だし、内から突っ込んでもブロックされて届かない。まあそりゃそうよとしかならんよな。モブが弱すぎるのが問題なんやけど。先行だとパールがバグってたな。もともと進化スキルやばくないとは言われたけど本領発揮したな。確かにフラワー、パール、オグリ、大輝と先行勢が多めだね。バンチャムや団長キングで勝ちたいけど、まあ難しい。後ろ客室のスキルが軒並み後方前提の順位制限ありだから厳しいよね。リーグオブヒーローズというかモブの存在が後ろには辛いだけでしかない。ペースの概念がない以上後ろ客室が弱い問題は解決しないでしょ。現実ならハイペースだと最後バテるしそういう要素がないんだったらそら前の方が有利になるに決まってる。今回は適当なキャラ出しとけばいいかと思ってたが気づいたら最善手を模索する自分がいる。根本的にこのルールの仕様と後ろ客室が噛み合ってないのどうにかならんかなぁ、と思う。逆に高松の宮は後ろ有利だったからなぁ、振りは相手カバーだ。まあ発表されてから焦ってもおせいですよってことか、今回はチムレ短距離勢に希望を託すしかない。スプリンターズで後方一騎が決まるならそりゃとんでもない化け物なのよ。差し馬でも最終コーナーで先段から前を伺える位置にいないとノーチャンスだから。だからこそ、デュランダルには憧れちまうんだよ。馬娘になってる馬の中では西のフラワーとキングヘイローが2王短距離がしかね。まだ一人も育ててないんですが。チムレの有用でもなんとかなるじゃろ。ライス育成してる人、ハルテンスタミー移動してるんやろ。一杯目。それはさすがにスタミーなめすぎや。その捨てで行くなら回復盛りまくるしかないで。なお、スタミナデバフがあると知ってもスキル取得はできない模様。短距離にライスを。デキラー。
今回ライスが強いんやない？出すやつが妥協しない変態なんや。初めて見たけどこんなにデバフあるんかこやつ。聞くの事故要因や。もう。これは担当トレーナーの教育やろな。ここん来てから聞くでスタミナを舐めてはいけないようになった。ハルテンより聞くの方が負けてるな。短距離ライス育てたけど、最後のレースで3女神に勝てんかったわ。俺も3女神戦で長距離3400メートルになって負けたわ。あれ3600メートルの時もあるからな白目。中距離に1回出しとくといいよ。長距離のままだと下手すや中距離育成でも負ける。中距離を1個踏めばいいとわかってるんだけど、その時の練習がいい感じで次でいいかって思ってると最後に絶望する。ライスはファイナル調整兼ねて3冠馬にしてやれとあれほど。ハルテンで必ず負けるからそれまでに優位にして育成完了すれば OK よ適当。短距離にスタミナ因子はいらんって言われるけど一つくらいあってもいいんじゃねと思う今日この頃。ここんマジで強すぎる、修正前のバステより怖いわ。ハルテンにこのココンいたら多分炎上してたと思う。グラマスキッカココンはランダム要素もなく確定で出くわすのが。育成に失敗するってことはもう一回ライスと3年間過ごせるってことなんだハッピーなんだ。グラマスで因子周回したくない一番の理由がココングラッセだわ。ダービーと菊の事故率高すぎる特に菊花賞。スタ600くらいになるようにしてるけど盛りすぎか？回復なしなら差しで450くらいがボーダーだと思う。白回復取るのはポイントもったいないから光ってる女神がスタミナにいたら積極的に踏むようにしてる。菊花賞、ハルテンは本当事故要因よな。周回で回復5個つけて負けた時はぶん投げたわ。それは多分スタミナの問題ではなくブロック負け。正直に言えば、既存ライバル押しのけてココングラッセがトップになるともやっとする。素直にライトハローとよりを戻せばいいのでは？お兄様ガチ勢が多くて芝、俺も負けてられないねど父ちゃん育成中。短距離マヤ育成してるけど育成のハルテン結構勝ててるよ。答えは根性ライスだぞ。同じハルテンでもキャラによって難易度違うからよくわからんくなってくる。いけそうな感じはしたけどビビって3-7取っちゃった。こういう無駄をそぎ落とさないとダメだな。耐震は短距離マイル育成でもそんなに苦労はないのにライスは大変なんだな。耐震は阪神競馬場だからってのもあるかも。ココンさん再教育したい半切れ。リコちゃん相場の育成うまいね。なぜそれを自分の肉体に反映させないのか。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。